皆さんこんばんは、石塚美咲です。今夜は霞ヶ浦総合運動公園で開催されている水郷桜イルミネーションを見に来ました。今年で3年目を迎えるイルミネーション、色とりどりの明かりが会場をまばゆく包んでいます。水郷桜イルミネーションは平成27年2月28日まで開催しています。どうぞ暖かい服装でご来場ください。